80年代のエアロビクスブームと共にヒットしたスニーカー、リーボック、フリースタイル、ハイカットスニーカー、ハイテクスニーカー、スニーカーとは、天然比較や人工比較、合成繊維などのアッパーとゴム手などで製造された運動靴の一種。足を覆う、上層部を柔らかい比較や人工素材で覆い、靴底は地面との摩擦を最適に保つためにラバーを使用。 足首や甲を補強する紐やストラップが装備されているものがほとんどである。また、汗を吸収するために内側がタオル値のものも多い。1893年にすでにキャンバス地にラバーソールの運動靴はボート競技のために発明されていたが、現代のスニーカーと呼ばれる形になるのは100年近く後の話である。語源としては英語のスニークから派生している。 靴底の硬い革靴と違い、柔らかい素材でできたスニーカーを履けば、後ろから音を立てず静かに忍び寄ることができるということから名付けられた。1916年、ケズ社が販売の段階で、静かな靴ということをセールスポイントにし、そのキャッチフレーズの一部から生まれたものである。エアマックス95スニーカーが流行し出したのは、1970年代後期のことである。 それまで若者はキャンバス地や硬い革のスポーツシューズを好んで履いていたが、一気にスニーカー一式となった。きっかけとしては、アメリカで NBA が1976年に ABA から4チームを迎え入れ、それを機に各靴メーカーが大々的にマーケットを広げたことが挙げられる。九百八十年代、NBA の一大スターマイケル・ジョーダンのスポンサーであったナイキが、 彼をスポークスマンとしてバスケットシューズの新ラインを発表、販売。当時のエアジョーダンは100ドルという当時では高価であったにもかかわらずアメリカの販売店では長蛇の列ができ飛ぶように売れた。そのコレクション性から後に日本ではコレクターの間で何万、何十万という値段がついた。その高額さゆえにアメリカの低所得地域などでは エアジョーダンを奪うために障害事件等が起きている。その他有名ブランドのスニーカーに関しても似たような事件は後を絶たない。1990年代、ナイキやリーボックを筆頭にハイテクスニーカーブームが到来。スニーカー専門のファッション雑誌も登場し、流行のスニーカーは東南エアマックス狩りが続出、社会現象ともなった。その中でも、 ナイキエアマックス95やリーボックインスタポンプ、フューリーは90年代のハイテクスニーカーブームを象徴する存在と言える。2000年代に入ると、ローテク、ミッドテクスニーカーが主流となる。ナイキでは、エアホース1、ダンクなどが定番としての地位を確立。アディダスでは、スーパースター、スタンスミスなどが定番として測れるようになった。また、DC シューズ。 バンズに代表されるスケートボードに特化したスニーカーも人気がある。これに加え、コンバースのオールスターなど、昔ながらのキャンバス地スニーカーも根強い人気がある。レザー製スニーカーでは、国産のスピングルムーブ、ブルーオーバーもある。2010年代からは、著名人とのコラボレーションモデルの増加と、中国やロシアの需要増加により、転売市場も大きく成長している。 ありがとうございます。